麻雀ファンの皆様、いかがお過ごしでしょうか。実況の小笠原直です。本日は第12期女流王冠 A リーグいよいよ最終節第6節最終卓をお届けしてまいります。本日の解説は第15期新人王を獲得しています近藤慎太郎が務めます。近藤プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは早速本日の出場選手を紹介してまいりましょう。まずはちいちゃからです。松岡千秋三段、現在1位首位プラス 160.2。そしてなんちゃ斉藤理恵三段、現在9位プラス 18.4 です。そしてシャーチャ魚谷由美4段。あ、魚谷さん5段になりました。あ、失礼しました。はい、5段となりました。現在は2位プラス 109.7。 そしてペイちゃん宮内小杖5段、現在は15位、マイナス 52.0。 以上4名での対局となります。ここで成績をご覧ください。1位、2位、9位、15位、最終節最終択。はい、はい、今日は4名どのような戦い。そうですね、もう最終、まあ、プレーオフに向けてね、はい、最終節ということで、まあ、松岡さんは減らしたくないですよね。うん、で魚谷さんは減らしたくないのもありますけど、できれば増やしたい。はい、斉藤さんは増やさないといけない。はい、で宮内さんは減らしてはいけない。減らしてはいけない。宮内は16位になってしまうと入れ替え戦。そうですね、その下だと高級。そうですね、ということになるわけですね。はい、はい、ありがとうございます。それではそろそろ対局と参りましょう。第12期女流王冠 A リーグ第6節1回戦統杯の開始です。はい、本日の立ち会い人山田博之が務めます。山田プロの合図によって1回戦が開始されます。ちいちゃから松岡、なんちゃに斉藤、シャーちゃに魚谷、ペイちゃに宮内の並び。同一局1回戦。なおルールは一発裏取らない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。ドラが言いそう。まずは松岡の手牌。親番の松岡はどうでしょう。うん、あ、一面ずマンズで完成しています。そうですね、あの自敗が何枚かありますけど、はい、単品で金やるリーハーじゃないですかね。はい、一方斉藤はどうでしょう。あ、まあ、一面ずありましたね。まあ、リーハー統一、はい、悪くはないでしょうか。そうですね、宮内はまだ面ずはない。まあ、まずまず大谷がまず積極的仕掛けを入れてきました。シャアのポン2枚目だったんですね。まあ、そうですね、はい、でまあ、シャアチャということもありますし、はい、本一ドライ使って満貫球を狙うというところですかね。はい、まだ打点も見ていく。はい、こちらの手相図ですね。オリアンソー引き入れた絶好のとこ引きましたね。はい、これでイーシャン点となります。おダブトンを重ねたのは松岡。松岡は勝負手となるのかなんですけど、大、はい、谷さんのね、シャーポンから手配がもうちょっと相図一直線というような感じなので、このトーンが出づらくなっちゃいますよね。はい、ただ二泣きということで大谷のスピードというのはまだ分からないですか。分からないんですが、はい、ただね、もう手から出てきてる範囲がね、うん、ちょっと濃すぎますよね。はい、中ちゃんぱい、中ちゃんぱい、まあ、というか想像以外っていう形でね。はい、このじゃ流派は切りませんね。嘘、松岡がイーシャン点とはなっています。この白も止める。まあ、テンパイ入ったら白勝負って感じですかね。はい、まあ白は3巡目に1枚切ってるので、うん、そこまで切りにくくはないと思いますが、はい、1枚は切っています。マンズが伸びてきた宮内ですが、ここで流派を放っていきます。流派は斉藤に統一でした。うん、押してきましたね宮内さん。はい、ここは攻めていくぞということでしょうか。1回戦トン1局、あ、テンパイ入りましたね。はい、ウッパソーロースのテンパイは魚谷、本一役ハイドラ1。キューピンはつもぎり。松岡も少し手が進みます。形は良くなってくる。ただもうテンパイ入っている魚谷。これで宮内さんのこのリャンゾー切れますけど、はい、どうするんでしょうか。リャンゾーは通る。先ほどねキューピン切ったんですけど、はい、チートーツの目をね残しておいても、あ、これテンパイですね。うん、そうですね、あ、ローピンを切ってのウッパーピンリーチとしました。はい、まあ、ダブトンはもう出る範囲ではなくなってしまったので、はい、まあ、リーチをするんでしたらウッパーピンと。確かにキューピンもかなり薄いですから ね。であとはローピンが自分から4枚見えてるので、はい、ということですかね。あ、ここに当たり、はい、ウッパーピンがかなり薄い。薄くなっちゃいましたね。ウッパーピンなくて、あ、この嘘が、あ、ここは当たりとなりました。大谷の上がり、もう一役ハイドラ7700の宝珠、松岡が宝珠となります。
まあ、松岡さんねトータルポイントから言ったら、はい、まあ、これぐらいはまだっていう感じではあるんですが、ちょっとこのハンちゃん行きづらくなっちゃったかもしれないですね。そうですよね、出だしが7700、しかも結構このブログとか見ていると、うん、大谷松岡っていうのはこの1357をこう狙えれば狙いたいなみたいな1位、そうですね、はい、1357になると、はい、プレーオフが2周目になるので、うんうん、あの前週のね偶数卓の偶数順位卓の、はい、あの動向を見てから、うん、打つことができるので、できれば奇数に入りたいということですよね。そうですね、ただ大谷さんも、はい、ポイント減らしてまで奇数に入ってもねあんまり意味がないので、うんうん、できれば松岡さんを逆転して1位に入りたいということだと思うんですけど、はい、という絶好の形になりましたね。まずそうですね、トンから斉藤の野番でダブトン仕掛けたのは斉藤です。大谷がトンを切っていきました。ドラパピンドラガンコ斉藤さんは、はい、大きく沈まない限りは、はい、まだ高級にはねだいぶ遠いの で、ね、はい、なのでもうこの1回戦なんかもね攻めるだけ攻めたいところじゃないですかね。現在9位で8位までがプレーオフ、はい、で8位の竹石さんと 14.2 ポイントなので、はい、まあ1トップ分ぐらいですね、はい、ただプレーオフはポイント持ち越しということでどんどん加点はしていきたいんですよ ね。最終的には、はい、あの決勝卓の方にはやっぱり100ポイントぐらい必要になってくるので、もう今日は下見ないで上だけ見て、はい、もし最初の2回で連続ラストかを食うようだと下を見るような感じになるんじゃないですかね、はい、決勝は3名そして上で待っているのは現在女両家の中田かな、部はあんこにした松岡です。三層はあんこにイーシャンテン、ドラ表示牌のジーピンがネックですかね。ジーピンはここに1枚大谷も持っているのであと1枚となります。9万で手が止まる松岡とはもう泣かれている牌さあどうする。9万を切っていきます。斉藤さんに泣かれるかなっていう感じでね一回一瞬止まったんですけど、はい、基本押すってことですかね。まあ、自身でドラム持ってないですからね松岡は。そうですね、少し行きづらいんでしょうかね。ちょっと怖いんじゃないですか、はい、ちょっと斉藤さんの手配が、はい、まあ、ピンズが高い高くなってしまったんですよね、はい、本当はピンズの本質じゃないんですけど、はい、手を進めていくうちにピンズが高くなってしまって、うん、手の内にピンズが残ってしまったと。ということはちょっと上がりは難しくなりつつありますかね、まあ、手の変化があれば別ですけど、はい、お、ここは言いそう。やはりピンズは切りたくないと。そうですね、あ、宮内さんドラさんですね。そうなんですよ。これ宮内さん倍満ぐらいまでありそうな手ですね。はい、三色もつけば、あ、これが選択ですね。うん、それか、あ、手ブロック受けましたね。ここは、はい、チーペン切りとします。ピンズも高い。斉藤テンパイ入るのか。ちょっと松岡さんがね泣かせてくれることはあんまり期待できないので、はい、自力でね引き入れるかの勝負だと思いますけど。そうですね、キャンピン、スーピン、チーピン、はい、ここにリャンピンが来ます。入るか。ピーシャンテンの宮内ドラさんとなっています。急走が振り点なんでね、はい、あ、宮内ですね、はい、本当だ。第1弾に来、あ、ローピン引いた。これは何切ればいいですか。いいピンか。へえ、急ピンじゃなかったですね。そうですね、スーピンも2枚見えてるのでね、はい、急ピン打つかと思ったんですが、はい、サイトの選択は E ピンでした、はい、注目は宮内か。出た。ここは引き戻してパーマンタンキー、はい、パーマンタンキー。そうですね、場を見るとパーワンが一枚切れで、うん、ローワンがたくさん見えていて、はい、パーワンはちょっと良さげに見えますね、はい、選択ももう決まっていましたね。パーマンタンキー、ダイヤモンドラさんの闇点が入っています。宮内リャンマンは自分で切っています。いいところは、はい、ああいうところで考えないでパッて切るってところなんですよね、うん、
でこのパワー1が、はい、なんと山に全部、残りは全部、ね、全部山と、はい、2枚残っています。はい、魚谷は、あ、今考えたのは流派か、流派ないてポンテントローかと、はい、ただ両ピンで何かあったらということですよね。これは数ピン押すか、いや数ピン切ってますもんね自分で。斉藤さん、まあ、ピンズ含みなんでね、はい、自分でドラ3枚持ってるとはいえ、うん、打ったら満貫までありそうな手なので、うん、親ですもんね、まあ、斉藤さん。あ、これがピュアでしたね。順目は深い、いつもも残りが少ないです。宮内は一数ピンに間違いをしています。ただ振り点で、まあもう自分からね一数ピンが7枚見えちゃってるんで、はい、上がり自体ちょっと難しそうですね、はい、でもパーマン結局リンシャンにワンパイに魚谷、はい、来たぐらいですかですね。ワンパイでしたね、結局あと1枚。まあ魚谷さんは宮内さんが来たから来たわけで、ね、はい、このペイはションパイですね。いやー言いづらいですね。どうしましょう、もうツモもない。あ、うん、結局斉藤さんがテンパイに見えてるから数ピン持たなかったわけで、うん、はい、だからここでペーなり数ピン打つってことは、うん、その前に打ってればよかったの、はい、ってことなのでね、この辺はちゃんと一貫性で、はい、で実際脳天と、まあこれはしょうがないですね、はい、4人脳天で流局となります。あと E ピン手出しが入ってたんで、はい、宮内さんとしてもね、まあ、ここでテンパ入っててもおかしくない、ね、なくて、うん、ここでねもし1万2000とか言われたら、うん、すぐ下のね清水さんが、はい、清水さんが口を開けて待ってるんで、そうなんですよね、下が見える宮内。またね勇気も近いですよね、27.6 ですか、はい、うん、ちょっと大きいラスを取ってしまうと、はい、見えてきますもんね。ドラが1枚松岡1メンツ相手で完成しています。斉藤も1メンツ中に寄った手配、大谷は親番、宮内流派が統一です。お、マンズが伸びていつも見えるか、ここはリャンマン頭を固定しました。親番が大谷、完了数引き入れた123の3色、あ、ちゃんたまでありますね。そうですね、うん、両面立つができる、ここで数万、そうですね、手広く、はい、しましたね。ほほほ、順調に伸びています。うん、数ピンですが2差しの3色、そうですね、ドラ1だったしチャンタも絡めたかったので、はい、本当は 1,2,3 が良かったんですが、2差しでも良しと、はい、斉藤が干潮引き入れて両面でリーチ、面単品、町は両嘘、数層切りリーチ、さあこれにぶつかっていくものはいるか、状況的に考えると、はい、大谷さんとか松岡さんは行かなそうですよね、はい、ただ宮内さんは結構ギリギリまで押さないと積もられるのがね、はい、やっぱり痛いですよね。まあそれとなんか一上がりして、はい、原点からね、はい、上に行っときたいですよね。宮内ですか、はい、うん、現在は3万点、確かにどこかでは勝負していきたいですよね、はい、多分ずっと守ってると削られて、はい、清水さんより下、下手したら結城さんより下になってしまうので、うん、どっかでね勝負に行かなきゃいけない場面は来ると思うんですけど、はい、それがねいつ来るのか、そうですよね、どこを勝負とするのか、これでも流派ですか、流々といきます、うん、例えばこの手がうまく3色にまとまるようだと、はい、勝負をかける手になってくる、うん、きますね。
大谷は大谷さんは行かないと思うんです。9万打つんじゃないですかね。はい、9万が現物です。それともっと安全な形、9万から、あ、9万から切りましたか。でもっと安全に自分が投資した G1 を先言っといて、はい、でさらにもっと Q1 もね後から切るっていう、あ、ここは最多のつま上がりとなりました。メンタンピンツの1300-2600の一本場です。ここは最高が上がり本4局となります。13,000 難しかったですね、ラスベガスでは。え、私ね、1,3,2,6って言ってました。あでもいろんなこう言い方ありましたね、人によって。で、結構通じますね。はい、あとなんとかなるもんでしたね、マンガンとか結構言うと、みんな、あーそれねみたいな結構ね、向こうの人がね、日本語を勉強しようっていう気があったので、良かったですね。はい、はい、お、今すごい手が良かったんじゃないですか、斉藤。宮内の野蛮でドラが数万となっています。松岡1メンツ2メンツと完成しています。サイトがイーシャンテン、イーシャンテン手は安いですね。はい、なんなんっていうのもあるってことですかね。これからどうなんでしょうか。まあドラを1枚引きたい形ですかね。ドラが数万でここに1枚、あ、これでなんなんあります。なんなんなんだけど、なんなんなんだけど、なんだけどドラを引かないと結局安いままなので、はい、ドラが入れ替わってくれればそうですよね。まだ順目は早いので、はい、どうなっていくか。あ、急さは残しそう。あ、切っていきました。仮想が2枚切れですからね。すでに2枚切れ、はい、で、まあ7、8球できてもあんまり嬉しくないので、やっぱり単品系、はい、でイーペーコーやドラを重ね絡めてみたいなね、はい、これで一応イーシャンテン、うん、これでも例えばピンズが伸びてイーペーコーになってもでもドラがないと安いと。確かに。なので闇店でドラ変化を待つって感じですかね、この手ですね。あ、これで小さそうですかね。はい、あ、空切りしましたね。ほうほうほう。マンズで2個は作れないでしょうという考えですか。そうですね、あの天杯までしてもね、上がりが難しくなりそうってこともあるんでしょうね、これで両面変化ですか。できました。ドラを持ってきたのは魚谷です。お、ドラ持ってきた宮内、いいシャンテンですね。これは何を切っていけばいいか。両ピン、もう3ピンの受けるをなくす、まあ、なくしたわけじゃないですけどね、はい、これやんまんはいらないと。ドイツは3組、まあこの手でしたけどね、言い添っといてもよかったかなって気がしましたけどね、単野上っていう意味も含めて。これまっすぐですと両ピンなんですか、やはり宮内の手。そうですね、はい、で両ピン打ったってことは、はい、まあ、何引いてもリーチかなって。親番だし、まあ、ただ両像関連像には難しいかな。はい、想像が待ったらリーチって感じですかね。斉藤は天杯関数ピンのイーペーコーです。やっぱドラを引きたいですよね。はい、手代わりを待つかローピン、イーソー打つか三層打つか。イーソー打った、三層打ちました。連想が3枚見え、イーソーが1枚見えで、はい、イーソーは山2層なんで、うん、イーソー系を残したんですかね。感じ今引き入れる大谷、タイヤ変化よりも多分即リーチの方を考えてるってことですか、はい、松岡もイーシャンテンです。さあただこのスーピンが保留となってしまいます、はい、斉藤の上がりイペコ1300、うん、ここは斉藤が2連続で上がりとなります、はい、ね、何の点数ですからね、はい、意思のある手の進め方で、うん、はい、はい、はい、こんなに乱入です。松岡の親番、松岡は18,600点。松岡さんはね、ここで焦っちゃうのが一番良くないと思います。はい、焦っちゃいますけどね、はい、焦っちゃうんだけど、ここは落ち着いて、
今例えばこれ186じゃないですか、うん、186このまま終わると 11.4 の8で大体まあ20ポイントぐらいになります、はい、でそうすると140、うん、なのでまだ焦らなくていいですよね、はいはい、親番だからといって、はい、決勝後の想定をね100ポイントぐらいに置いておいてると思うんですけど、うん、それぐらいだとまだ余裕があるので、はい、怖いのは焦っちゃうことが怖いですよね、うん、松岡の手配想図チートイなども見えるか本当ね焦ると、はい、自分でも何やってんだっていうような配を打っちゃうんですよねえっていうのありますね何やってんだってびっくりします自分にタイムシフトなんかで見直して、はい、なんで俺これ切ったんだろうってありますもんねでもやっぱその時にはあまり感じないものなんですか打ってる時かかってるんでしょうねだから場が見えてなかったり、はい、焦りっていうのはそういうことを生み出しちゃうんで、はい、あまりやはり焦りはいい方向にはこう向かないんですかね向かないですねうん間違いを生みやすいですからね打牌の間違いを、はい、だから簡単に考えようとしちゃう、はい、短絡的な、はい、例えば目の前の天牌に飛びついたりとか、はい、契約に飛びついちゃったりとか、うん、そういうことが多いので、うん、焦りはやっぱり良くないですね、はい、放送家センター焦ると飛びたくなるんですよ飛びたくなる飛びたくなる展望がってことですか展望がじゃなくてオパソナイト危険が目の前にあったじゃないですか、はい、普通テンパイそれが飛び越えやすそうな危険だったら飛び越えるけど、はい、飛び越えれなそうな危険だったら回避、はい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 、迂回するじゃないですかテンパイつもりさんアンコチーマンパンマンリーチですドラを切って宮内はリーチはい、この危険を直接飛び越えに行こうとしちゃう感じああもう回避もせずに回避もせずにああ分かります絶対超えるあ斎藤がここは闇天にして手上がりとなりましたタイヤを1300あ松岡さんは別にまあしょうがないかなっていう手ですから、うん、宮さん痛いですね痛いですね痛いですね痛いて斎藤が連続はい斎藤さんは、うん、遺産二六積もれたんで、はい、その人形落ち着いて打ててますよね、うん、この前リーグ戦斎藤さんと一緒だったんですよ私斎藤さんずつ打ってきましたもう古いですかわかりましたちょっと変なこと言うとすぐ振られますねよかったですよの斎藤さんドラチュンガトイツですねチュンガトイツドラパピンちょっとなんか育ちそうなハイパイでしたね。この親番はどうなるか、連チャンとなるのか。おお、ちょっと高くなりそうな。はい。まだ一回も連チャンがありません。一回戦の何二局。ミヤチャペイがドイツ、シャーチャとなっています。松岡ペイちゃんおピンズが伸びるかまずはトン大谷はウーマンがあんこです順を切って目いっぱいチュンからいきますねそうですね地風のペイではなくチュンから、うん、今風なんですかねはいこれも松岡らしい打ち方というんでしょうかただやっぱり怖いんですよね、うん、というのがそういう打ち方っていうのははいこういうなんてこういうのはなんて言うんでしたっけ全部、はい、行くつもりだったら、はい、いいと思うんですけど、はい、松岡さんの手が次ですかねはいまだこれほらチーピンローワンって急所が2つあるんで、はい、だから泣かれた時に押し返しづらい手格好なんで、うんはい、こういう時はまあ、ペイから切ってその場がなるべく進まないようにした方がいいような気はしますけどねんなんか泣かれた方が場が見えやすいとかいう意見もあるわけじゃないですかそれはどうなんですか、うん、泣かれた方が、はい、相手の手はただ相手の手が進んじゃうんだよねうん結局はそう、うん、じ
の手を進ませるっていうことがドラドラあまり有利ではないかな、はい、自分の手も戦える手ではない以上ってことですかね。まあもう一個ね、あの手が進んだりとか、はい、打点があるとか、はい、そういう自分の手にね取り柄があればいいんですけど、はい、じゃあそういう場合はこのみんなが使えるチューンとかから切っていくのは結構全然ありだと思います。川さん、それ引けるか、川崎さんとかがねよくそういう打ち方するんだよね、はい、戦えるときは、あえて盤に対して強い兵から切っていくっていうようなね切り方をするんですけど、パンピンつもぎりドラがパーピンでした。これリーチですね、はい、キューマを引き入れてサブローピンでリーチ魚谷、はい、リーチドラドラとなっています。斉藤さんは2枚目のチューンも鳴かないで、まあ、いいシャンテンではありますからね、こういう形で泣きたくなるじゃないですか、2枚目は特に頭なくなっちゃうけど、そうですね、だけど鳴かなかったんで落ち着いてはいますよね、はい、松岡も嘘を現物を切っていきます、これチュンチュンですね、テンパイトラツ、テンパイ復活あるか、目打ちはどうだ、ペイの統一落とし、大谷の町はサブローピン、ローマンは通っています。あ、ここはローマン切っていきました。周りがね、あまり来てる感じはないので、はい、ドラドラ、もちもちとなりました。現物がない、もう嘘も切ってますからね、ここは丁寧に降りたいか、どうするんでしょうかね、ワンチャンスで3ピン、ちょっと怖いかな、嘘は3枚目、実際当たりですもんね、3ピン当たりですね、はい、ワンチャンスと筋で数層打ちましたね、はい、通奏は自身で2枚持っています、はい、トントンも通っている、はい、まずは通奏から、これでなんとか安全牌足りそうですね、はい、次は多分トンか小さそうで、これは何も切れそうなんで、はい、大丈夫ですね。魚谷が積もれるか、まだ残ってますね、3枚ほど残っています。この順目で3枚は結構残ってる方ですね、積もれば23,900、お、2枚、宮内の元に1枚いきました。親番が斉藤の何2局、さあもう終盤、現在魚谷36,000点、あ、ここにも来た、1枚、7,700上がった大谷です。あとは3ピンが残ってるだけですかね、相手流派ですか、1枚入れ、はい、はい、相手が大谷となるんですね、そうですね、あと1枚、あと1枚、相手で決まれば15分の1、優勢予選ない、ただ1人転敗、はい、大谷の1人転敗で流局となります。そして迎える親番です、3-3玉1本馬、強卓が1本、ドラはローマンとなりましたが、大谷の手配一面つそうずで完成、ドラ受けはあります、リピンから宮内がそうずで一面つ、松岡は両面ターツが2組、ドンがドイツです。斉藤マンズが多い形、ここは9ピンからマンズの本一鎮一などを見ていくか、まあ、形がいいのは大谷さんでもいいですね、はい、親番の大谷と松岡さんが今チーピン引いてだいぶ締まりましたね、斉藤さんはどうするんですかね、どうしましょうかね、打点を見ていきますか、ね、現在38,100点でトップ目ではありますね、
早い手じゃないですからね。はい、あ、シャア落とした、ほうほうほう、親番でシャアの統一落とし、まあ、大きくいったのか、はい、さばきもできるように、あ、泣いてもいけるように、はい、大谷はどのように考えているか、まあ、状況次第じゃないですかね、はい、まあ、その辺の状況判断はしっかりしますからね、はい、ロースを引き入れて9ピン切り、カンちゃんができたが重曹で少し考える、ここは飛車を切って目いっぱい、いい安定の松岡、うん、リーチも自殺ってことですか、松岡ですか、はい、いや、そうですね、どうするか、まあ、ドラロー1なので、はい、ウーワン残すのも分かるんですけどね、うん、こちらの手、はい、イスビヒとかね、あのスチーソを引いたら、はい、リーチを打つ気なんでしょうかね、イスビ引いてもスチーソでリーチってことですかね、タイヤを、あんまり嬉しくない、嬉しくない、一応ただここはスーソー、スーピン、お、いいとこ引きましたね、はい、スーピンを引き入れたのは斉藤となります、斉藤もいいシャンテン、宮内さんもいいシャンテンですか、はい、うん、パーマは切っていく、目いっぱいには受けません、まあ、上引きたいですね、宮内さん、はい、上はまだ残ってますね、1枚さん、ソード先入ったらどうすんのかな、スッチソが入った場合ドラを切ってリーチなのか、松岡さんに関数話のテンパイ入りましたね、役なしなんですが、はい、闇点、はい、大谷さんはチートイツにしとけば、まあ、一応いいシャンテンですけどね、うん、ただ6球層だとフリテン、あ、パーソポン点取りましたね、大谷がパーソポン選択は、おお、シャンポン、ドラ受けではなくチーマンとチーソーのシャンポン、そして宮地がウーアンをチーしてドラを使い切る、スッチーソーのテンパイ、タンヤをドラ1、カンか、カンしてリーチもありますか、ローワン引けば、いやー、ツーマンは、あ、闇点続行、はい、ツーマン宮地が1枚使っています、晒していますね、三蔵さんどうするかな、三蔵打つかな、はい、三蔵チーマンチーソー、スッチソー、松岡は関数マンの役なし、ウーピンチですかね、まださらに闇点ですか、はい、ゴロチの3色が見えてきたんで、タッパーピン打ちづらいんですかね、パーソーのポンが入っているのは大谷、宮内は関数マンでチー、ちょっと打ちづらそうですね、まあ、リャンピンリャンピンって言ってもなくはないですけどね、打ちづら、打ちづらいんであれば、現自分が役なし、おお、カンちゃんを嫌っていった、3万ですね、ただウーワンが打ちづら、あ、斉藤さんうまくテンパイ入りましたね、イスピ、イスピのテンパイ、闇点、これは E ピンが3枚入れだけど、はい、かなりよく見えますか、もう1枚の E ピンは止まらないんじゃないですかね、まだ目立ってないですよ、はい、まあ、ちょっと嘘柄ですけど、ピーフドラドラ、でも EP は止まらないじゃないですよこれ、いやー、 EP を持ってきたものは豊穣になってしまうか、うわー、いけない、どうするんですかね、リャンピンですかね、嫌になっちゃう、はい、リャンピンですね、あ、これは、いや、これチーピン打つんじゃないですか、はい、うん、チーピン打って一回回避、E ピンが通ってるわけじゃないですか、ね、はい、もう一回リャンピンか、そうですね、リャンピンですけど、
ちょっと追い込まれましたね、うん、松岡さん。GP 合わせる手もある、合わせていく。完全に読みましたね。はい。斉藤イスピン。ちまちそう。すちそう。三者が転敗。松岡は折りに回りました。残り積もが1回ずつとなりました。どうするの、数万、数万か、そうですね、うん、これ3品とも変えれますか。3品多いですけどね、3品ですかね。おりゃ、品さらに安全な方ですか。うん、3ピン来ましたね。イスチーピン、これが配定。いやちょっとこのウーピン気持ち悪いですね。はい、配定もつきます。ただいった3ピンがワンチャンスのパーピンが出てるっていう。はい、転敗時、小山の大谷、宮内、斉藤の3人転敗で流局です。松岡がもう一歩グッと攻めていれば上がりがあったという感じですかね。上がりがあった、ただうん、別の意味の焦りもあるかもしれませんね。別の意味の焦り、うん、だから私ちょっとついてないかもしれないから、調子悪いかもしれないから、ちょっとここはおとなしく、ラスでもいいからおとなしくしてようっていう、うーん、変に報酬にもありたくないみたいな、そっち側の点数を減らしたくない焦りはいがあるかもしれないですね。大谷連チャン、日本馬の強託一本、一日さんも見える。ここはもう老僧から切っていった。これは形も苦しいから打点をつけてということでしょうか。そういうことですね、はい、はい、時間がかかる手だから、うん、時間がかかるんだったら打点をつけてくる、はい、ここでもウーピン。シャーガンコのシャーチャの松岡、ここはどういうふうに考えていくか、こう決まれていくか。これはもう上がっちゃいたいんじゃないですかね。松岡ですか、うん、ペンチピ引き入れた魚谷。うん、パッソ。ペイは手の内に。難を切っていくのは斉藤です。サンマも残して目いっぱい。ドラが1枚斉藤。ピンで考える、うん、ピン図を残します。どっちがくっつきやすいか、はい、使いやすいかを考えたんですかね。ピン図かピン図か、おお、うん、来た、いいとこ引きました。はい、完了。ピン引き入れたのが宮内。ポンは1枚切れ。ソードが伸びたマッチピンですかね、はい、ローマンから先、ローマンから先に切っていく。イーシャンテンは松岡です。魚谷さんと宮内さんに満足が高いから先にローマンですか、はい、危険な方からってことですね、はい、あ、これはローマン切ってるが、うん、まあ、ちょっと裏目、うん、はい、2人ともここでもうウーマンを切っていきます。イーシャンテンの大谷、あ、ここで地図ピンズも見ていくよと。ピンズも見ますし、はい、サビ引きでイペーコとかですかね。三ピン引きはじゃあテンパイを取るということですかね。三ピン引きはリーチを打つんだと思います。うーん、ウパーソーがいい捨て牌になってるので、はい、確かにウパーソー良さそう。ウパーソーは2枚切れ。ピンズが伸びればもう一度自然に、はい、行くんじゃないですかね。松岡さん、パーソーの方が安全度が高いと見てパーソー残しましたけど、ね、これリーチ打たれると松岡さんピンチ、やみたい、やみたい、さらにピンチ、さらにピンチ、いや結構グッとくるな、1500だけど、
あ、ゴルフ補充ですね。残しちゃったとか思いますね。ああ、ここは大谷の上がりピンフ1500の日本馬2100点の上がりです。まあ、ノンって言われてギョってして、はい、1500って言われてホッとしたパターンだと思うんですけど、でも気持ち的にはですね、嫌ですね、はい、なんでつもぎってたら、そうですよね、はい、うわ回避してきてたんで、うん、大谷が連チャン南三局三本馬、日本馬しか出てないけど三本馬ですね。ドラが三ピン、これも結構並んじゃったけ、並んじゃったけ、2人の差がもう3万点、3万点の順位点で16、はい、46、もともとが51、まあ、もう僅差です、僅差ですね、はい、ほぼ並びですね。いやー、1回戦からロータニが42100点、大谷さんは逆に言うとね、うん、怖いものないんで、どん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 、はい、どん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 ですよ。うん、今のもやっぱこう染めないで、あのまあ自然に打ちましたよね、うんうん、自然に打って、そうですよね、いいテンポになって、で一通の手代わりがあったんで、はい、点とで多分一通になったらリーチ打ってたでしょうし、うん、トラは3ピン、はい、イーシャンテンくっつきの大谷、1-2-3の3色か、多分ピンズ引いたら、はい、引いたらリーチ打つんじゃないですかね、うん、3ピンでも2ピンでも打ちそうですけどね、イピンは微妙ですもんね、イピンはテンパイ取らないまであるかもしれないです、2枚切れですね、うん、2枚切れだし相方パーソーでしょ、はい、テンパイ取らないまでありますね、うん、とか取らないと思うんですけど、取らないです、お金も引き入れたのは宮内です。イーシャンテン、バマンはあんこに、これでイーシャンテン、泣きもできるがどうするか、松岡、そう、うん、何とも言えないですね、うん、万を残すのか想像を切っていくのか、3万、はい、あ、ということはこれ泣きもあるのかな、うん、ポンもある、チーもある、まあ、2000点 OK っていう、はい、3万残してね、あの3色のバトリを残してもあったんですけど、はい、残さなかったんで、はい、っていうとこういうのが低いですね。宮内の上がりピーフ先天の敗戦、3本馬ですね、1900、いやー、松岡さん逆の意味で焦って、そうですね、だから今のも点数減らしたくないから、うん、上がりで手広い方をって言ったのが裏目になって、うん、北条に回ってしまってという、打点は1500点点でしたが、ちょっと気持ち的にはもう揺れますよね、揺れ揺れですよ。そして迎えるオーラス、松岡が8300点、宮内さんはこれ大事ですよ、500点沈みですけど、はい、ここで沈むと瞬間的と清水さんが下になりますので、はい、そうですね、宮内が16位入れ替え戦の1位になるということですね、はい、ここはちょっと気持ち的には浮いて終わりたいですよね、だから連チャンが絶対重点、はい、どうなるか、ドラがローソー、そして松岡はどのように考えてるか、いや、とりあえず終わらせる、松岡さんは浮かれちゃうと、うん、一人沈みになっちゃうんで、はい、だからここは、ここは終わらせたい3人と、はい、終わらせたくない1人親番なんで、うん、普通は1曲で終わるんですけどね、うん、どうなるでしょうかね、まあ、斉藤さんはもちろんトップ取りたいでしょうけど、はい、でもそれもそんなに差はないですからね、はい、何点差だろう、
2000点、はい、2000点差2000点で同点、それ以上で逆転なんでゴッドで OK ってことですからね、うん、ゴッドを上がれば斉藤はトップに出る。そうですね、はい、47だと足んないかな、うん、足んないか。1900ラッピョン重ねた松岡なんは手の内に残しているダブなんです。ここは3番からカンパス引き入れた斉藤いいシャンテン。ちょっと松岡さんの攻め手がないですよね。うん、攻め手がない今回ですか。はい、手配的にちょっと厳しいですもんね。どう進めていいかっていうね。はい、カンちゃんとペンちゃんとばっかりですよ。ばっかりです。斉藤さん一応天敗だけど役なし、取らなそうですけどね。 EP 打ちそうですけど、どうですかね。天敗取っての闇手もあります。あ、ここは天敗取らず、取って闇点で積もって300、はい、500だと結局2着のままなんで、うんうんうん、ならば1回テンパ外して、はい、1回外して、はい、なんか嫌ですね、このなんか嫌ですね、うん、もう嫌だ、苦しいですね、うん、パーピンだ。あー嘘、次、あー数層切ってるからですね。そうなんです。トラワローソー、このチーソーはつもぎる、うん、チートいつも見てのね、あ、大谷ですか、はい、4統一、いやうちも9万つもぎり、うわ戻ってきちゃった、まあ、しょうがないしょうがないですけどね。お、1統一いいシャッテン、また大谷が上がって最後決めるのか、斉藤はこのイシャンテン天敗を取らずしました。朝はソアンコにした大谷、これは残していきます。そうですね、ポンでも効く形ですね、はい、メッツででもイシャンテン、はい、難を重ねた松岡ダブなんですが形が苦しい、苦しい、苦しくてみんなもう整ってきている。大谷さん面白い並び方しますよね。おお、次出ますね。どういう意図なんでしょうか。この斉藤の次、このまま天敗は取るのかな。いや難しいですね。一数万パーピン天敗を取ると、はい、この形ですね、うん、8だけ中に本当だ。これはどういうことですか。多分町にあのチート打つんだったら8を町にするんでしょうね。だから一番右置いといてポロリとかしないとか、うん、はい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 、確かにそれ言われたことあります。 そんな感じじゃないですか、うん、あの8の町牌になるの右に置いちゃダメだよって言われた気がします。でこれ泣いてった時に今度は、まあ、はい、あ天敗か、天敗取るんだけど、そのメンツのね構成が読まれづらいよ、はい、あどこ出てくる場所、ああカンスマ引き入れて宮内がリーチカンパーピン、これ上がれない E1 を打たれましたね。本当だ、イエマンだと大谷上がれない、流派だけ だ、斉藤が積もったリーボーで逆転。本当だ、ここのリーボーが出てからの上がり、斉藤300、500、京卓が斉藤さんだぞって感じです。斉藤だぞ、これで逆転ですね。はい、1回戦が終了。宮内さんはちょっと間が悪いというか、うん、まあ、悪いから宮内さんねよく我慢してね、はい、打ってたんですけど結果がね、まあ、ただまだ全然次が残り3回あるんでね、はい、あ、これでもなんか大谷がトップになってません？サイコロ振るの大谷になってますね。あ、本当だ、逆転しなかったんですかね、うん、2000点差、大谷からそうです、2000点差でしたよね、はい、反応がちょっとおかしかったみたいですね。うん、なるほど、どうですかね、変わってないですかね。あ、3000点差だったみたいですね。失礼しました。じゃあ、はい、届かずと、大谷、斉藤、宮内、松岡の並びで1回戦は終了です。続きましては2回戦です、はい。